乗せとる乗せとる。天ぷらを乗せてますね。あ、今は開けて中見ると、そう、入れておけば、はい、お金を入れていただく。はい、押した。あ、25秒24、23と、あのできるまでの、はい、というわけで今日はね、北房のもみじの里に来ました。うどんの自販機があるっていうことで毎回お世話になってるんですけど、今日はね RSK ラジオの土曜番長の取材でやってきました。ちょっといつもと違う角度やりますけど、お楽しみください。じゃない店もあるんですけど、まあ、その隣にある建物の中にうどんの自販機があるということで、ちょっと行ってみよう。はい、ちょっと行ってみましょう。はい、じゃあ行ってみましょう。麺の自動販売機なんですが、その隣に、はい、こちらでございます。うどんって書いた、自動販売機。ちゃんとあの自動販売機には箸も、はい、お箸がもうたくさん、今日すごい詰まってますね。やっぱりね、土曜日なんでお客さん見越して、あ、そんなのに、はい、この自動販売機って結構人気なんですか？結構人気ですね。もうやっぱりあの県外から来たりとか、うん、あの本当にバイカーさんとか旅の途中で寄られたりする方が多くて、はいはい、もみじうどんっていうのを出されてて、うん、そのうどんの麺がここでもいただける、この自販機でいただけるということで、はい、これが隣ってうどん屋さんだ。うどん屋さんなんですよ。うどん屋さんがあるにもかかわらず、ここ自動販売機もやってて。そうなんですよ。岡山県内に何軒か、あ、な、何台かあるんですけど、まあ、このうどんの自販機、はい、あるんですけど、うんうん、あのまあ、大体ほとんどがやっぱり業務用のうどんなんですけど、うんうん、まあ、とりあえず僕の知る限りではこちらだけ岡山県内の中で、うんうん、手打ちというか、うどん屋さんが、はい、そうなんです。はい、うどん使った自動販売機は、はい、ゲイルさん曰くここだけと、はい、いうことですね。はい、岡山県内では、県内では、はい、はい、じゃあ500円玉、はい、入れて、じゃあ僕きつねうどん頼む。はい、ね、はい、押した。あ、25秒24、23と、あのできるまでの、そうですね、秒数が出ます。はい、カウントダウン始まりました。17、16、15、14、13、12、なんで25秒で本当全然できるの。なんか落としてますよ、落としてます中で。お、ちょっととてもうどん作ってるような音じゃないですか。すごいですね、ね、すごい機械音が非常に。あ、チーテなんか、チーテだった。あ、出てきました。どっから出てくるの。あ、取り出し口、はい、本当開けて、取り出し口開けました。そうすると暑いので気をつけてください。暑いって書いてあるんだ。おー、おプラスチックの容器に、もういや、もう結構麺たくさん入っておりますけども、ちょっと太麺の、ちょっと太麺ですね、これね、太いですね、うん、太い、はい、その横に何かこう、た、なんだろう、ネギかなんかのかき揚げも入っとる、ね、天ぷらも、はい、それはもうここのうどんとお隣のうどん屋さんの優しさがここに詰まってるという、なるほど、サービスで、サービスで、はい、じゃあ天ぷらうどんをして、あ、やっぱり25秒ですね、はい、天ぷらうどんも25秒で出てきますけど、中の音がね、これ気になりますね。なんか出汁をやっぱ、あ、ここもおこのビーという音の最中に何が中で起こっとんのかって、ね、麺はどんな風にしとんかなとか。あ、チーなんだ、あ、できた、あ、チーなんだ、チーっていうのがいいですね、なんかね、はい、ですよね、容器取ってください。あ、お、天ぷらうどん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 だけど、あれだわ、これ何の天ぷら？これかぼちゃとかき揚げ で、ね、あのなんか人参かかぼちゃかと玉ねぎかなのかき揚げが2つ乗っとる。ね、はい、わ、またやはりちゃんと天ぷら乗ってましたね。そうですね。ね、さすが。なんかクニさんのやつとまたそれぞれ違いますね。違う。天ぷらがちょっと違う、ね。違いますね。違う。いただきますね。どんなのか、もういい出汁の香りがしております。じゃあ
出汁は結構こうあれかもな、なんというか非常に一般的な、ね、あの風味のよくある出汁という感じでございますけど、でも美味しいですよ。じゃあちょっと太麺で、結構太麺です。いただきます。どちらかというとこう柔らか系と言いますか、なんていうか関西風と言いますか、いわゆるこうさぬきうどんのあのまあとても強いコシというよりも柔らかくて、いわゆる万人受けする麺の硬さでございます。これお揚げで出汁を結構すっとるようなそんな感じなんです。いただきます。これはうまい。これはちゃんとこうあのいい出汁につけてる。はい、茹でたてのうどんが今水に湿られて1人前ずつ、奥さんがちょうどね量1人前ずつあのさばいとることでございますけども、結構太麺の、そうですね、うちは太麺ですね。ねえ、はい、だけどこのお店自体も何年ぐらいされたの？もう35年ぐらいです。ああそうで、はい、自動販売機のうどんもされるようになったのはどれぐらいなんですか？一緒に創業当時から、やっぱりまだコンビニも何もない時代だったので、トラックとか高速もなかったもので、ここがもう米子からずっと福山の道になっていたので、トラックの運転手さんなんかも食べれるように、お店が閉まってからでも24時間食べていただけるようにお店のうどんを提供してました。天ぷらを乗せてますね。今はお芋とかぼちゃですね。今の時期は、つまりゲイル君が食べたのはかぼちゃだったけど、芋の可能性もあったわけです。芋天かかぼちゃだ。芋天かかぼちゃ、ね、今は夏はもうあのガスビが入ったり、うんね、ピーマンが入ったり、はいはい、ズッキーニが入ったり、いろいろなものがオクラも入ったり、開けて中見るとうどんと天ぷらがすでに準備されてて、多分そのボタンを押すとですねあの出汁が装填される、まあ、そういうことですよね。そうですね、はい、なるほど。入れておけば、はい、お金を入れていただいて、うん、うどん屋さんですか、この湯切りの音をね。そうですね、それがやはりね、やっぱりね、一番いい、こう美味しい時に食べていただくのが、うんうん、私は一番いいと思うんですよ。そうですね、はい、自慢のお出汁も、はい、もう一度火を入れていただきまして、はい、かけをね、最後に見せていただきましょうか。はい、はい、自家製なもん、玉ねぎもみんな、お母さんが全部畑で作ってきたんだけど、はい、自慢の出汁からいただきます。あ、ほんま、すごく奥深い、 いいですね、この昆布と、ね、カツオとね、あー、そうですか、やはりあの味に深みがございます。美味しい。あー、うん、まっ、やはり違いますねやはり違う、やはり違う、うんうんうん、そうですね、うん、確かに、うん、それやはりやはりあのうまさが違うね。だからまあお店が開いてる時ならばどうでしょうか、皆さん、あの、まあ、自販機で食べて、それからまだお店の方でも
かけぐらいだったらね、はい、昔ながらのいい雰囲気でございますの、ね、でこの雰囲気もぜひ楽しみにお越しください。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルがいいと思ったらグッドボタンお願いします。悪いと思ってもグッドボタンお願いします。つまり全部グッドボタンでお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。あれつけられてもよろしくお願いします。